はい、猪苗代の棚田でございます。棚田どうです？ちょうどね、旅を終わったところですけどね、もうちょっと早かったかな。どう考えても旅で6月末が一番いいと言われたんだけどね、ちょっと早かったかな。はい、じゃあ塚本古墳に行ってみましょうかね。塚本古墳どこから行くんやったかね。おお、こんなとこみんな出てるの。この辺もやっぱり田植えできてないね。えらすごいこと水流れてるんだけどね、どっから来てますんやろね。峠の上やけど、ここ左から来てるやろな。これか。いや、草がいっぱい生えてますわ。恐怖の奈良でございます。奈良飛鳥村の役場の方はこの辺でね、なんか写真撮ってたけど、SNS の写真撮ってんねや言うてね。で、お話したんだけど、なんか古代史のね、名前、咲子さんなんか全然知らない言うとったね。すぐ登録しますわ言うとったけど、ほんましたんかね。この部屋だな。この部屋かなんか撮ってたんやけどね。一応ね、まあ、田んぼ残っとるけどね、あの辺田んぼないとこもあるんだけどね。あら、ここから見るとやっぱりね、あの田植えしないとこ全部見えますね。残念でございますけどね、そんな状況ですから。ここから見るとね、あそこはもう全滅だな、あの正面はな。あれ県でなんか、あの辺ね、あれは奈良県で借りてね、ほんで河川のことをおっしゃっておられたけどね、どうなんだろうね、まだそのままになってますね。この辺もあかんのかな。この辺もあとちょっとあの辺見てみようか、反対側。いやー、ここもほら全然ここあの辺もあそこもそうやな、ここもそうやな。やっぱだいぶありますね。あ、こっちもやわ。この辺も全然旅してないわ。この横も、はい、こっちはちょっとね、これかかしロードでぞーっと言ったらかかしロードでございますんでね、ずーっとね、どこやったかな、この道が上がったところがずーっと行くよな、裏をね。ああ、ここもおそらく前は田んぼやったね。これもうやめてありますわ、この辺も。ほらね、あ、残念やね。この下の方やってはるか。ここはどうするんだろう。ここ田んぼするのかね、これね。一応田んぼするのかな、わからんけど、一応耕してあるからやるはずやろね。もう若いもんやりまへんのや言うてね、なんかやら言うたりましたけど、これは田んぼやったんやろな、これな。これあと、あ、真ん中辺も田んぼやってないわ。あの下もね、あの下も全然とナスかなんか植えたんでね、やってありませんわ。はい、やってきましたけど、あれ見えへんな、この辺のはずやけどね。どこや、あ、ここや。はい、塚本古墳でございます。これは分からへんやろな、来てな。これもっと草が茂るので見えやな、この石が。一応石が残っとんだけどね、大きな石やからね、かなりね、大きな古墳だったはずなんだけどね。帯が斜めにこうせり上がってるからね。で、こっちに、右もあったんだろうね。これ一番奥の石やろ、これ。これかなり大きい石油があったのかもしれないね。あれ、亀か、あれ。亀のマークか。違うね。いや、亀ですかね、これ。私が勝手に亀を見るだけか。亀に見るだけのやつだね。亀に見えるんだけど。この石がね、こっちに開口してるからね、おそらく。7、8メートルあったとするなら、ずーっとこっちやね。
こっちなんか残ってんの。え、こっちは残ってへんねんな。だからこういう感じやな。こう入られんのかな。ほんで向こうの奥の方にね、噴気があったんだろうけど、これは見に見ながらわからんよ、言うはずやろね。これ、あの今から草がボーボー生えてくるとわからんやろね。なんかわからんかったって何人かね、あの言うてあったんでね、どっから見えはったんだろうね。いや、下から上がってくるとね、上がって50メーターぐらい来ると、この石がありますよ、この石、これ。で石を見当てに来てください、石をね。この石を見当てに来ると、横をちょっと行ったところにね、石碑と残骸が残ってます。破壊されてますね、あとね。ああ、これが草ぼうぼうだわからんやろうな。ここでございます。そのグリーンロードから50メートル上がったところでございます。これ大きい石がありましたね、これ。いや、改変してますね。完全だね、もう。ここがこう、こう、雰囲気があったんやろうけどね。まあ、基本的にはここのね、雰囲気を全部取り除いて、畑になってます。ここは田んぼじゃなくて畑になってます。畑にこれ。いや、これもともと田んぼやったね。田んぼやったけどね、畑、もうやってはりませんわ。あの下もそうやね。全然やってないわ。下も全然やね。はいはい、塚本君はここでございました。ありがとうございました。50メーターもありませんが、30メーターぐらいですわ。そのグリーンロードから。さっきあの辺から撮ったんやけどね。ねえ、ナス見たら、あの日はもう全然やってないみたいだね。こんにちは。この辺は下はもう田んぼやりはらへんのですか。え、田んぼもやられないんですか、下は。せやね、もう、今までみたいにね。いや、上の方はなんか田んぼになって、下が全然ね、田んぼになってないから。これ何植えたんですか？下？これは何を植えてらっしゃるの？下はもう、そろそろちょっと夏野菜植えてる。あ、夏ですか。これもともと田んぼかなんかされてたんですか？あ、すみません、ありがとうございます。あ、この下もね、田んぼないんですか、これ。ここ。ここはもう全面ですね、田んぼ。全部こう下まで全滅でございました。この下どうやの。ああ、この下も全然やね、やってないよこれ。はい、ここから約30メーターぐらい上がると塚本君はありますわ。30メーター上、もう何にも見えないですけどね。この辺やったら宮跡、どこやった宮跡見えんがね。あそこ宮跡かね。あそこやね、宮跡。あの、橋があそこでかかってるってことは。どこだ、この辺りか。はい、もう全部こう旅をされてないよ、ここね。すべて。残念でございました。ほら、この上もやってないかね。だからこれは、あの、1枚、2枚やめていくとね、水が流れへんから大変やもんな。水の確保はね、どうするか。はい、ありがとうございました。塚本君と稲星の棚田でございました。